1日6キロずっと信じられないね。おいらだってもう1週間前からほとんど飲み食いなしで至近距離で打ち合いをしつつタックルを何回も入れていくって感じですか。本当に挑戦していきたいですね、ずっと引退するまで。選手ありがとうね、本当ありがとうございます。出てくれるおかげでこの人坊主になるから。あと1万5000人なんですか。行きますね、それは行きますね、それは。あ、でも僕真面目ですよ、女性関係に関しては本当に。偉いね、はい、いや、画面見ててもね、真面目だもんね、そこね。もうあの、浮気する人の気持ちは分かんないです、逆に。え、マジ？この人、この人、この人、何回や。女のためにやってたでしょ。まあ、人によってはモチベーションって違うから。そうですね。確かにそういうね、三池さんの考えも素晴らしいしさ、だって俺も考えもダメとも言うわけでもないでしょ。はい、あの減量の動画を見せていただいて、3日で7キロ、はい、ああ、そうです。ああ、水抜きだ。3日で7キロ落ちるの。はい。どうやって落ちるんだって。水抜きで6キロぐらい落とします。水抜きでどうやの。半身浴を。半身浴合計8時間ぐらい。ふわ。あ、そういう考え方なの。はい。で、水を飲まない。例えば水を飲まないです。例えばですよ、じゃあ3日後に計量があります。はい。そうすると今6キロぐらいオーバーしてるとするじゃないですか。はい。それが落ちるってことですよね、3日で。はい。じゃあ3日後に計量あるとすると、今日3日前としてどうするの。まずどうするんですか、3日前。まずは、まあ、食事はちょっと少なめにして。あ、まあ、店を食うの一応。あ、食べます、食べます、もちろん。もう前日まで食べます。ああ。例えばどういうもの。え、普通に白米とか食べます。それで落ちんの。はい。水だけは飲まないわけ。水は飲みますよ、あの前日までは。どうやって落ちて。まず3日目、まず3日目はどうする。飯ちょっと食って普通に食べます、うん、はい。で、普通に半身浴。いや、何もしないです。水飲んで普通に過ごして。3日前は。はい。それで2日前は。2日前、計量の2日前ですか。はい、計量の2日前も同じように過ごしますね。前の日は。前の日もう朝と昼は食べて、うん、夜は抜けます。へぇ、考えられない。ん、水は。水は、夜から落とし始めます。夕方から。夕方の前日の。はい。それで6キロ落ちんの。はい。1日で6キロ落ちるってこと。信じられないね。カレーが違うのか。おいらだってもう1週間前からほとんど飲み食いなしだよ。脱水状態になるじゃん。そんなの弱くなっちゃうんじゃないですか。弱くなる。いいか、体のいいか悪いか分からないけど、それしかないからやり方、分かんないから。俺はこれはね、ただ分かったのは、やっぱり水抜きだと楽に落ちてるようで、スタミナがね、足りなくなる。だから3ラウンドだったらいいんだけど、ボクシング7位、10ラウンドになると後半にみんな疲れてダメだった。水抜きやって、そういう結果出てる。計量失敗したボクサーいっぱいいるよ。あ、そうですか。うん、僕は失敗したことないですね。そう、会う人はだからいいんだよ、会わない人はダメだよ。それはじゃあもう本当1日で6キロ落とす感じ。はい。じゃあね、じゃあ1日前にその水抜いて、はい、半身浴する。半身浴とかさ、まあ、たまにサウナ入れたりして。まあでもサウナは基本的にやらないですけど、半身浴で、すごい、うん、15分ぐらいを何回も繰り返して、で8時間ぐらいで6キロぐらい落ちるんで。半身浴でお湯は熱くして。そうですね、お湯熱くしてエプサムソルトとか、なんかあの入浴剤、はいはいはい、汗出るやつ入れて、はいはい、って感じですね。え、前の日。はい、前の日です。前の日なんか風呂入るなって僕さん言われるんだよ、だるくなるから。え、次の日がだるくなるから。計量の前の日なんで、3日前です。あ、それがダメない。奥さんは2日前からお風呂に浸かるなって言われる。いや、なんか疲れ全部取れてめっちゃいい感じですけどね。あの、ちなみに、体質が違うのかな。その、1日で6キロぐらい落とすの。はい。
大体6キロぐらい、はい、でじゃあ例えば試合の1ヶ月前は何キロぐらいだったの。試合の1ヶ月前は11キロだったんですね。あ、じゃあその前にやっぱり練習して、まあ、減量して一応落とすのは落とすんだ、はい、で残り6キロぐらい前で3日前ぐらいで6キロぐらい、はい、まあね、この間は年末は7キロやったんですけど怖い怖いよな、ボクサーが慌てるよな、逃げちゃうよな、6キロも前の日に終わったら。いやいやいや、ジムの会長だったら怒りまくるよね。なるほどね、幸せだよな。でもあの総合格闘技の選手だと10キロとか落とす人もいますよ、1日で。マジか、そんだけ水が入ってるんですよ。まあそうですね、あの体の 70% 水分だったんで確か。そんな10キロも出るかね、体から。まあでも本当脱水ですけど、でももうあの計量終わったらもう一気に戻るんで、8キロぐらい戻れます試合までに、うん、朝何キロ走る。走りったことない走ったことないマジ。じゃあもうジムワークだけ、スパーリングしかしないですね。あ、それでまあ3ラウンド持つ実践トレーニングだ。俺らみんな20キロ近く走ってるんだから。あ、そうですか。僕ランニングも何年もやってないですすごいね。ボクサーからしたら全然信じられないなこれな、今の体重の落とし方という。ああ、そうですかね。逆なことやってるわけじゃないですか。走ってないっていう、うん、ありえる。でもボクシングをやるなら多分ランニングが必要だなと思います。確かに。はい、ラグビー3分バーやるんだからね。ウェイトトレーニングも一切やらないですし。あ、そうなんだ。やらないの。ベンチプレスみたいなのやる。やったらもっとパワーつくよ。目上だから東京来て1回もやってないですね。じゃあ本当にそのスパーリングしてしかもやってないんだ。はい、でスパーリングでしたらその体なんだ。そうです。かーぜーすごいね。だからまあ一番理にかなってるかもしれないね。その要するに組んだりパンチしたりそういう、ね、筋肉なわけだから、そうね、筋肉使ってこんなやつは実際は必要ないわけじゃないですか。だから一番必要なのはそのスパーリングで組んだりとかグッてやったりする、それが必要なんでしょ。でも引っ張ったりこうやってる選手で強いのいるじゃん。でも掴み合いだから絶対力必要だからね。でもベンチプレスをやったらなんか組み技が強くなるとは限らないというか、すごいムキムキでこのウエイトトレーニングばっかりやってる人でも組み技簡単に転がせたりするんで、なんか違うんですよ。違う、力の使い方が違うもんな、うん、まあ、レズモなんかでもそうだもんね、すごいのにね。あ、弱いスペルだ、ね、はいはい、あと結構レスリングが入ってるんで、総格闘技結構ウエイトに近いぐらい相手の体を持ち上げたりしないといけないんで、はいはい、勝手にそれでもウエイトの練習になってるわけだ。ちょっとなってますね。昔の亡くなったけど山本キッド君もね、全くやらないって言ってたもんね。であんな感じで、ね、やらないんだろ体だ。いや全くやってないんだって。あ、そうですか。だからこう確かに柔らかいんだってね、筋肉がその分やっぱり。スパーリングってどんぐらいやんの。スパーリングは1日、まあ、5分、6ラウンドぐらいですか、ね、6ラウンド、はい、試合の倍ぐらい。5分6ラウンドか、きついな、はい、連続でじゃないですよ。相手も変えて、まあ、あの休憩も挟みながらって。まあでもそう、まあ3分とかですかね。じゃあ練習自体は短いんだ。本当に短いです。僕朝の7時から9時までの間しかやらないですね。毎日酒飲んでもんのにそんな朝早くから。そうです。どんだけ飲んでも朝6時に起きて。俺は試合前は飲まないでしょ。試合前は飲まないです。試合前決まったらもう飲まない、はい、1ヶ月前ぐらいから。あ、そうですね。朝は飲んで朝トレーニングするわけ。そうです、そうです。ちょうど酒飲んでます。飲んで酔うわ。6時に話起きる。6時には起きます。平日は。偉い。将来は実業家になろうとしてるの、それともタレントになろうとしてるの。あ、タレントにはなろうと思ってないですね。うん、そうですね、実業家。まあでも、30までに引退はしたいなと思ってるんですね。あと、3年。まあ2年ぐらいですね。2年ぐらい。はい、まあなんか、あの結果を出せたらいいなと。うんうんうん、まあ、2年の間になんかタイトルね。はい、挑戦して。そうですね。で終わったら何しようと。まあ、特にないっすけど。お店だとかいろいろあるじゃん、経営するのね。まあなんか仲間と楽しくやっていければ。うん、まあ、ブランドとかも始めたんで最近。あ、ブランク？はい。リクルブランド。あ、これもそうです。あ、はい、そうなんだ。これはどういう意味だ。あ、これはあの、これもともと SY っていうブランドとコラボしたやつなんですけど、うんうん、いいよね。これどこ行ったら買えるんですか。あ、まだあの販売してないです。あ、これから、はい、いやファンがね、聞いたら買わないだめですか。絶対なんかいらなそうなのに聞いてるから。いや、似合いは買うけどさ、俺似合うよ、似合いますよ。似合うか。皆さんに質問やってたのを
田さんにも答えていただいて、はい、勝ちから学ぶこと、負けから学ぶこと、どっちが重要だと思いますか？あ、僕ですか、はい、僕はなんか毎試合すごい自分の試合も何百回 見直して勝ってようが負けてようが反省するんですけど、どうなんですかね、負けたの僕2回ぐらいしかないですよ人生で。でそこの時はもうなんか始めたてだったんで総格闘技、なんか悔しさはやっぱありましたけど、でも勝ってる時の方が僕はあれかもしれないですね、なんか勝って兜の尾を締めるっていう感じなんで、こう天狗になりはしないんで勝った時の方が弱ったかもしれないです、学ぶことは多いかもしれないですね、はい、初めて負けた時どうだった？今までずっとほら喧嘩して負けたことなかった、負けた時何の時？アウトサイダーの4戦目ぐらいでしたかね、なんか足関節で、レフリーに止められたんですけど、なんかもう一回やりたいっていう感じでした。そう、悔しいなと、悔しかったですね、絶対やり返すぞっていう。で、その相手とやったらまた、あ、やりましたね、チャンピオンになってお互いチャンピオンのまま戦って勝ちました。あ、それはすごいね、じゃあもう負けたやつがいないようなもんだ。あ、一人、もう一人いるんですけど海外の選手、あ、それプロになって、そうです、その選手とはね、やりたくて、一応オファー出したんですけど、相手が断ってきたんでできなかったんですね。人生で負けがほとんどないね、それ。俺、ユーパーと負けたばっかり。やめに怒られた。じゃあ、どうしよう。どうしようじゃないか。お前、ぶっ怒られてる。あいつがもう無視されてる。独身だよね。はい。これから結婚したい。いやまだ考えてないです。まだ考えてない。これからの目標は何なの？新しい。書くときの方の目標と、その後の目標。まだですか。また随分あの話飛びますね。まず現役なんだからさ。そう、だから2年で負ける目標だよ。負けるか。2年で引退する時の目標。あ、格闘技としての格闘家としてますか。そうですね。でも本当に挑戦していきたいですね。ずっと引退するまで。お。はい、なんかずっと自分より格上の選手とやっていきたいですね。じゃあそんな予定もある？予定はありますけど、なんかね、この時期でこう格下の選手とばっかこう組まれそうなんで、なんかちょっとモチベーションが上がらないなと思います。だってここまでもう人気出てるんだから、ライジンさんも言うこと聞いてくれるんですよ。まあそうなんですけど、誰どこのチャンピオンとやらせてくれとか、なんかこう渡ってこれないですよね今。だから日本人選手同士とかになっちゃうんで、そうするとあんまりなんかモチベーション。でも秋頃からやろうっていうね、ボクシングでもあるから、その頃になったらそういうのを頼みたいと思ってますけど、ぜひ皆さんも応援してほしいですよね、すごい分析にたけていらっしゃるんですけども、ご自身を分析して自分と戦うんだったらこう戦いたいみたいなのって。あ、総合選手としてですか、はい。やっぱり僕と戦いたい時ですか。でもやっぱ至近距離で打ち合いをしつつタックルを何回も入れていくって感じですかね、はい、自分とやるなら、はい、そういう相手が苦手ですね。ボクシングが上手くてレスリングが強い相手が多分苦手だと思います。で乗った時のパンチ早いよね。パン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 ってもう、あ、パウンドですか。あ、そう、早いんだよ。レフリーも止められるのにもうパーっていっちゃったね、あれ良かったよね。パパパパ早いんだよ。ああいうの生かしてちょっとボクシングデビューしましょう。いや、ぜひちょっと挑戦して。せっかくね、5万円のグラブ買ったんだからさ。そうだよね。5万円。すごいよな。誰からしたら安いだろ、5万円なんだ。俺3位買いで10万で売れるんじゃないですか。売るなよ、売るなよ。歌の話来ない？歌いませんかって。ちょこちょこ来ますね。歌うまいの？なんかちょっとうまいぐらいです。いいね、いいね。自分で言うのもあれないよ。うまいだよ。俺かな、うまいな。うまいな。羨ましい。どんな歌詞です、歌は。歌は出してないんだ。はい。一曲。あ、いいよ。一曲って。おかげで10万トーク。坊主頭になれた。あ、そうだ。そうだね。おかげで10万、おかげで坊主になりそうです。どうせ行くんだから今やってますか、やってもらえますか。俺心でやりたいの、やりたいの。そしたら9万9000円しかいかなかったんですよ。
俳優に関心。いや今日本当にね、もうみんな待望も楽しく待ってましたけど、はい、本当ありがとう。ありがとうございます。これからも頑張ってくださいね。はい、思います。いや嬉しい嬉しい、ありがとう。ありがとう。いや立ったら俺が小さいんだよ。待ってください。ありがとう。今回はね、皆さんからの質問コーナーで、ね、質問すげえいい試合になると思います。富樫さんとだったらこの2人だったら、俺はだったら中に入る、とにかく中に入る。僕勝ちますよ